食べて紹介流山。この動画は実際に食べて行ってきた流山のお店をご紹介させていただきます。このチャンネルでは千葉県流山市とその周辺地域の情報を少しずつ投稿していきますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市流山にある田所商店さんをご紹介させていただきます。田所商店さんは JR 武蔵野線つくばエクスプレス線南流山駅から徒歩15分のところにあります。お店には駐車場がございますので、お車でお越しになっても大丈夫です。営業時間ですが11時から22時、定休日は無休になります。新型コロナウイルス感染拡大のため営業時間定休日が変わる場合もございますので、ご来店時は事前にお店の方へご確認いただければと思います。田所商店さんは味噌ラーメン専門というのもあって、同じ味噌ラーメンでも北海道味噌、信州味噌、九州麦味噌、伊勢味噌の4種類の味噌ラーメンがあります。その中で今回食べてきたメニューは伊勢味噌炙りチャーシュー麺1000円です。伊勢味噌の特徴として古来伝統の岡崎八丁味噌の流れを汲む丸大豆が主原料の豆味噌です。熟成期間を長くかけ丹念に仕上げたその味は、濃厚で特有の渋みを持つ奥深い特徴の味噌だそうです。スープは味が濃いめで味噌の味に少し酸味がある感じがしました。また麺は中太の少し縮れた麺でスープとよく絡んで美味しかったです。トッピングは炙りチャーシューに肉そぼろ、もやし、岩のりが入っていて、その中でも炙りチャーシューですが肉厚でボリューム満点、炙っているので香りも良く美味しかったです。お食事の際にヘアゴム、紙エプロンの貸し出しもされています。またスープも濃い味付けなので苦手な方は薄めるスープもご用意できるそうです。レジではお持ち帰り用の商品がいろいろと販売されています。気になったものがあればお食事後にお求めください。また今回もお店のイラストを描かせていただきました。今後もこのような形でお店のご紹介ができればと思います。動画の内容が良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は流山市流山にある田所商店さんをご紹介させていただきました。お店が気になった方、一度足を込んでいただければと思います。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。